この前の動画で、うん、まあ、パネル展に行ってきて、変態じゃない、はいはいはい、アーマーレディ、うん、発売されて、はい、で曲が出揃ったよってことで、うんうんうん、みんなやっぱね、曲はすごいいいって言ってるんですよね。やっぱ、まあ、日向坂にどっぷりやっぱりこう、ライブに行ってるとか、コアファンは、どの曲でもやっぱリピートするから、楽しめると思うんですけど、はいはい、やっぱ一般層がそこまでリピートする曲があるかったら結構微妙だったと思うんですよ、ここ何作かは。けど、今回はそれが可能性がある曲がいっぱいあるなと思って。1個だけじゃなくて、何個もあるってこと。そう、良かったんですよね。あ、全部で7曲ですね。はい。アモヤリリー、見たことないもの。は、動画しましたね。うん。そうね。4期生曲。で、うん、接触と感情。骨組みだらけの夏休み。これ1期生曲。で、君は逆立ちできるか。2期生。愛に引きこもりが3期生曲で、ガラス窓が汚れているが、川田ひなセンター曲ってことで。はい。まあ、僕一番やっぱ良かったのは、うん、接触と感情ですね。おお。これに関してはやっぱり、一発でおっと思って、っていうファンの人が多かったんですよ、ね。やっぱ1、2、3期生はそれぞれファンがついてるから、1期生推し、2期生推し、3期生推し。はいはいはい。そういう思い入れみたいなのもあるし、あと川田ひなさんのセンターのガラス窓が汚れてるは、はいはいはい。まあ、MV もありましたけど、結構かっこいい曲なんで、こっち頂戴でも良かったんじゃねっていう人は結構いるというか、まあそういう意見も分かれて分かるっていうも含めて、まあ、あと見たことない魔物が、今夜の7人っていう映画のあれなのかな。ああ、あのサウンドというか出てきてますね。60年のアメリカの映画か、はい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 、に出てくる曲に、うん、似すぎてるっつって、あ、マジかつってちょっと荒れてたんですけど、うん、でよく探し出した。いや、これはね、まあからさま、僕もそのこと知らなかったけど、こういう時には、うん、けど聞いたら、あ、これまんまだと思って、そうけど聞きたくなってきたな。うん、まあ、あとで聞いてほしいんですけど、ちょっと話題になってたというか、うん、だからこれを楽しめるかどうかなんですよね。正直言うと、音楽なんて、うん、メロディーなんてものは多分出尽くしてるんですよ、世の中に、うん、けどそれをアレンジとコード進行と、うん、でどうなんか新しいものに聞かせるかみたいなところだと思うんですよ、うんうん、はいはい、もう今の現代の音楽って、うん、あとはまあ誰が歌ってるかの歌声とかってことになると思うんですけど、でも割ともうやり尽くされてると思うんですよ。そうね、やってくるともう結局、まあ、それは自分その本人が知ってるか知らないかっていうところで、うんうん、なんか聴く人によっては何かがないかのパクリにもうすでになってるというか、うん、ああまあね、知ってる曲の中で考えちゃうもんね、うん、そうそうそう、これにそっくりみたいな。けどこの曲に関しては、うん、作曲者の人が、はい、もうゲラゲラ笑いながら作ったんじゃないかっていう、オマージュとして、はいはいはい、ここまでしか振り切ってるのは、うん、もう、まあ、そのパクリとオマージュのがどう違うかっていうのはちょっと単的に説明できないんですけど、うん、はいはい、けどこれを作る人はこの作曲者の方はもうギラギラ笑いながら、この曲も、あ、このリフも最高って思いながら作ってると思う。あ、まあ、もうね、引用してちゃんと、うんうん、だからこのなんか曲でパクリじゃなくて騒いでるのって、うん、割ともう日本だけなんじゃないかなと思って、あ、この曲を海外に持ってったら荒れるとかって言ってる人もいると思うんですけど、むしろ海外の方が受けるんじゃないかっていう。あ、むしろ知ってる曲だから、あ、似てる、私知ってる、これは完全に あれだねっつって、うん、割と海外の人の方がニヤニヤしてるんじゃないかっていう。あ、あるね、そうそう、あ、日本で今こんなことやってるんだ、うん、そうだね、この曲いいじゃんって多分なる方の方、はいはい、人の方が、うん、なんかこれめくれちゃって、うん、これはこういう人にパクリだみたいな、はいはい、いう海外の人があんまりないんじゃないかなと思っちゃって、むしろ結構それって日本の文化なんで、はいはい、割とそのパクリとかに厳しい日本の文化なんじゃないかっていう、ね、日本はそういうのね、うるさいからね、そうそうそう、ね、だから自分、ね、でだから僕もその荒野の七人に似てるみたいなのは、だからこの曲2曲化してるんですよ、ファンの間でも、はいはい、明らかにパクリじゃんって言ってると、うん、あ、これはオマージュでいいね、はい、こういうのを日向坂に持ってくるのはいいねって、あえてやるのが、だ、僕も結構そっちのタイプなんですよ、むしろこういうこといっぱいやったりじゃんっていう、うん、むしろこういうことやってさ、海外の人に使っていこうよっていう、これでも海外の曲だったから良かったんだよね、そう、日本の曲に近かったら、あ、パクリだろうみたいな、日本の中でも燃えてるみたいな、もっと言われてるかもしれないね、だよね、けど、まあ、もうあのそういう段階でもないというか、やっぱ音楽シーン自体も そうだ、ね、そういうのをむしろ楽しめなきゃいけないんじゃないかと思ってきてるんですよ。ちょっと日本は寛容になった方がいいかもね、そういうところ。そうね、まあ、明らかにだってさ、メロディー一緒、歌詞も一緒とかだったらまずいよ、まあまあそうだけど、そのメロディーに引用とか、まあ、これはメロディーっていうかそのリフだからね、うん、っていうところだから、うーん、だから別にその辺はむしろ楽しんでやった方がいいんじゃないか。一部的に似て一部的に似てたの、それとも、いや、絶対じゃない、結構全体的に、いや、でも一部的にだけど、うん、その一部がもうほぼ曲の全部って言ってるぐらい、けど、まあ、そう、明らかだからこそやっぱ作曲者の方は狙って作ってるんですよ、こんなにいることが偶然はないと思ってます。そうだね、
だからそういうのをやっぱ作曲者のメッセージとしてこっちも受け取って、うん、あの楽しもうよっていう。そうね。ちこのコーラの7人を作曲した方がもうパクリだろって言い出したらちょっとさすがに違うんですけど、そうね、そうもう言わないと思う、音楽作ってる人は。これって昔の荒野の7人だって60年代のアメリカの1960年。だからもう大丈夫だね。し多分もうミュージシャン同士も、うん、そのパクリだなんかっていうのは多分言わないと思う、はいはい、多分何かしらもうみんなまあパクリってか思わずしないで作ってる人もやっぱりその人の中の音楽の蓄積があって、そうだ、ね、積み重なってアウトプットになるんじゃないですか、うんうんうん、でも結局それは何かのパクリかもしれない。そうそうだ、それはね、どの何だろう技術作品とか作品においても、うん、っていうのはやっぱりクリエイターの人は理解してると思う。そこはそうです、ね、だからこそちゃんとリスペクトがあるし、はい、うん、ちゃんと、まあ、そういう似たような感じでも、うん、まあ、リスペクトを感じるというか、うんうんうん、という意味でこれはこれで、まあ、素直に楽しもうよっていう感じ。そう、ね、否定しないで。で、骨組みだらけの夏がこれ、うん、まあ、マナフィーさんがセンターなんですよね、うん、で僕はね、まあ、トーク撮ってるのが、うん、はいはい、渡辺美穂さんと、うん、宮田真奈さんと、うんうんうん、高瀬真奈さんなんですけど、はいはい、まあ、2人が卒業しちゃって、うん、現状は、高瀬真奈さんしか撮ってないんですけど、うん、はいはい、だからこのセンターってのはすごい嬉しかったんですよ、うん、けど多分ね、もう順々に巡ってくるんだよセンター、はいはいはい、うん、だからまあそのうちマナフィーさん来るかなと思ったんですけど、うん、けどまあマナフィーさんのやっぱ人気がちょっとやっぱり上がってこないというか、あところがあるんで、うんうんうん、だから割とまあこのマナフィーさんセンターやったことによって割とまあこういう一区切りなんじゃないかっていうか、うん、あとまあ今回あの上村さんが初めてセンターでしたけど、はいはいはい、まあ、でそれでさらに10枚目っていう節目なわけで、うんうん、だから次回から大きく変わるんじゃないかっていうファンの人が多いし、うん、まあ、この前とヒット祈願だったんですよ、うん、前も、でもそこで松田好花さんとか、うん、まあ、2期生の方々が、うん、まあ、割と前の現状も含めて、はいはい、今後やっぱ大きく変わるんじゃないかというか選抜制になるんじゃないかみたいなことは暗に示唆してるというか、はいはいはい、まあ、描写があって、だから、まあ、うん、まあ、メンバー本人たちはちゃんとまあ覚悟してるんだなっていう、うんうんうん、と思ったんですけど、まあ、っていうのはほら4期生が入ったまだ大体1年前ぐらいですよね、はいはい、から、まあ、11年12年とか入ったから、うん、まあ、そのまま全員選抜でやるわけにはいかないわけです人数的にも、まあ、いっぱいいっぱいだもんね、そうね、ってなわけで、だからその選抜制っていうのは長らく議論されてたんですけど、うん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 、けどやっぱりこう4期生が特に動きがない現状、はいはい、まあ、バラエティー言われてるね、うん、とか、まあ、ライブとかがあんまないとか、うんうん、っていうのも含めて、まあ、選抜制になるのは割とまあファンの人も納得なんじゃないかとか思ってて、うんうん、いろいろ検索したんですけど、はい、結構いるんだよね、やっぱりまあ未だに、あのやっぱり選抜制に反対というか、うん、やっぱりこの、こういうこの感じが崩れちゃうんだったらもうちょっと日向坂応援できないかもって言ってるファンの人もいまして、うん、あ、割と根深い問題だなと思って、うん、まあ分かるっちゃ分かるんだけどね、はいはい、だってほら欅坂の時もさ、うん、あの平仮名開きありましたけど、はいはいはい、欅坂ファンが当時の21人の絆って言って、うん、やっぱりこう平仮名開きを排除しようとする動きみたいなのもあったりしたし、はいはいはい、うん、まあ、実際それでなんか平仮名欅が入ることが決まってた、うん、だけどそれが結局ポシャってやっぱ結局欅坂全員選抜でみたいな、はいはい、もあったりとかしてっていうことの繰り返歴史を繰り返してるなと思って、うん、まあ、まさに、うん、だからまあ分かるっちゃ分かるんだよね、そうなっていくのは、けどさすがにそろそろまずいんじゃねって思っちゃうんですね、あ、選抜制にしない、だから結構それはね、まあ、いろいろ議論が交わされてるというか、うん、ツイッター上では、まあ、なんなら2チーム制がいいんじゃないとか、うん、うん、とかいろいろそういう意見があったりとかして、ただまあ2チーム制にしてもやっぱ結局音楽番組でもそのパイで奪い合うというか、あ、どっちがどっちがとか、まあ、あと両 A 面シングルとかね、うんうん、両 A 面シングルにしてもだからそうだね、どうなんだろう、どっちの方がやっぱ嬉しいんだろうね、そうね、例えば、まあ、MC にはこっちのチームが出ます、はいはい、TBS の、まあ、カウントダウン TV にはこっちのチームが出ます、うんうんうん、とかっていうのも話題になったりするのかな、うん、まあどうなんでしょう、運営はまだ決めてないってことだね、うん、けどやっぱりそのメンバーの動向を見る限り、うん、やっぱなんとなくそういう空気は察してるんじゃないかというか、うんうん、メンバーからまあそういう発言が上がってきてるってことは、はいはいはい、まあそういう、まあね、内部でもそういう空気が漂ってる、うん、感じがするとかね、はい、だからまあお疲れ早いから選抜戦になることはまあ規定路線だと思うんですけど、はいはい、そのまあ形がどうなるかっていうことですね、うん、やっぱちょっと多いよな、てかやっぱ日本のアイドルやっぱ人数多いなとかって思っちゃったりとかするんで、昔はそんななかったもんね、何か AKB とか出てきてからなんかアイドル、あ、そうだね、 AKB が秋元さんがじゃ、でも元々はおにゃんこクラブとかも多かったでしょ、
あ、そうなんですね。うん、でもそこから、でもあそこまで多くないんじゃない？あ、AKB の、うん、まあ、そう、AKB はとんでもなくでかいグループだったから。そうだね。だから今 AKB もいろいろ言われてるじゃん。なんかリストラが始まってるみたいなさ。リストラ。いや、ほら最近卒業者が多いんですけど、あ、その中の一人が辞めさせられてる。いや、なんかその実際の発表の場でまだ AKB にいたいけどみたいな。ええ。発言があったらしくて。怖。リストラ始まってんぞみたいになってるから。やば。だから。もっとコンパクトにしなきゃみたいな。だって AKB のところにチーム性がなくなったりとかさ、あ、そっか、いろいろ動いてるじゃん、運営のその、なんだっけ、稼ぎっていうか、まあ、の調整してじゃない、こんなに人数いたら、まあ、割と、ま、うん、まあ、なくなってきてね、そうだね、まあ、っていうのも含めて早く卒業してみたいな、うん、あるかもね。いや、だから、でも坂道はやっぱそこまで行ってないから、うん、ちょっと売り上げ立ってるし、うん、ちょっとだってライブ売れてるからね、そうですね、日向坂ってさ、やっぱ人入るわけですから、やっぱ年齢層が若いから、ちょっと若い子の方がライブ行くじゃん、ふっかるじゃん。ああ、確かに、まあ AKB グループもしかしたら年齢層高いから高いから、そんなにそのまあ自宅、いや、でもそんなことないと思うんだけど、別に。でも、まあ、若いファンの方がいろいろ遊ぶ、でも若い人減ってきてるからどうなんだろうね。あ、でもライ若い人の方がライトファンとか多い気がするんだけど、ああ、移りが早い、いろいろほら遊びたいからさ。そうだね、目移り激しいもんね。やっぱりこうね、アイドルオタクをステータス化してる人もいるので、はいはい、やっぱそのアイドルを応援してることに酔ってる自分、はいはいはい、自分が好きな人ももちろん中にいるわけですから、うん、っていうのも含めて、まあ、そういったらやっぱすぐやっぱさ離れていっちゃうのも早いんだけど、はいはい、だからその意見とか見てると、うん、結構の坂道、あ、日向坂が選抜になっただけでガラッと入れ替わるんじゃないかっていうか、あ、お客さんの層がとかって思っちゃったんですよね、はいはいはい、割と、あ、まだやっぱこういう人いるんだなと思って、ファンの間でも、まあ、確かにです、どうなんだろうね。批判殺到してないでも、もし先発ってなったら。いや、だから、まあ、先発にすることに、いや、むしろ早く先発にしないよって言ってるファンの人もいるし、このままじゃ日向坂自体がこしゃるよって言ってる人もいるし、はいはいはい、でやっぱり、まあ、やっぱライブに行ってるファンの人の層とかは、別にそんなこと思わないんですよ。うん、やっぱ今の現状の日向坂にすごい夢中だから。そうだね。だからこそ、やっぱりそう変わっていくことに、まあ、怖いっていう人も多分いるんだろう。はいはい、抵抗がある、ね、やっぱそういうなんかさ、早く選抜戦にしろよとかって思う人もや、うん、まあ、やっぱりちょっと若干俯瞰してみてる部分があると思うんですよ。宮田坂が今後どうなるかとか、はいはいはい、坂道比べたりとかしてるかとか、うん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 、でもあると思うんで、だからまあどっちの意見もまあ分かるっちゃ分かるんだけどっていう、けどやっぱ選抜にしていかないと、まあ、今後まずいんだよね。まあ一期生がいつまでもいてくれるんだったらいいよ、それはさ。そうですね。うん、けどやっぱ佐々木久美さんだってもう27歳とか。やっぱ外でやっていく力があると思うから、ね、うん、一人になったとしても、はいはい、ってなってくると、まあ、いつ卒業するか分かんないじゃないですか、うん、し空気を循環させて4期生から次またいつか分かんないですけど、2年後とか入ってくる5期生に、うん、うまいことつなげていかないとっていう感じ、ね、そうだね、はい、まあ、やっぱりずっとこの先発でやってきたからね、うん、っていうのはやっぱあるよね、うん、し、そういうなんかな、だからやっぱりさ、今までその AKB とか見てた人は、うんうん、やっぱ世代交代の大切さとかがすごい分かってると思うんですよ、うんうんうん、でやっぱりやっぱ日向坂とか欅坂っていうのは、うん、そこで初めてアイドル好きになりました、はいはいはい、だからやっぱりそれで作品性を感じるというかさ、はいはいはい、その何、このメンバーでとかっていうのに美しさを感じる人がいるとか、うんうん、でやってくるとやっぱり、もしかしたらそのちょっと選抜になったら応援できる、応援できなかったかもとかって思ってる人はちょっと残酷すぎるなって人もいるのかな、そうね、全発性だろうに残酷に感じる人もしかしているのかもしれない、良さだったよね、全員全発から、そうね、まあ、っていうことで日向坂に関してはずっと言ってると思うんですけど、はいはい、やっぱ4期生が入ってから、はいはい、まあ、でももうすぐで1年なんで、うん、まあ、そのタイミングかもなっていう感じですね、そうね、多分1年経ったらなんかだんだんトークとかも始まるだろうし、うん、割とお試し期間チャイトお試し期間なのかなっていう感じですね、今後は楽しみだね、結構やっぱガラッと変わるかも、うん、確定はしないんだね、全員選抜。いや、してない。なんだかんだ次もまた同じかもしれないですね。同じ形かもしれないし。ささやかれてるって感じだよね。ささやかれてるし、ファンの間では、ちょっとまあ、そろそろ考えた方がいいんじゃない、うん、って。っていうのを、まあ、ここ1年ぐらいずっと言ってるっていう話。選抜戦の議論は続いてるって感じですね。はい。はい、っていうわけで、うん。でもね、まあ、そんなことはまあどうでもよくて、今回の曲すごい良かったっていう、うんうん、曲群は、甘いレディも。はい。その甘いレディ含めて、やっぱこの前ライブでやってましたけど、FNS から。うん、コースでやってますけど、人の踊りだったんですよ、うん、そのやっぱ
MV 自体は韓国色がすごい強かったけど、はいはい、普通のこれで見ても、うん、まあ、これ自体も賛否あるんだけど、僕のところは全然いいじゃんって思ってたんですよ、はいはい、だからそのあまりにもっと普通の PV でも良かったんじゃないかなと思ってましたけど、うんうんうん、まあでもこれは攻めた結果ですね、はいはいはい、勝負かけた結果っていうのはまあいいんじゃないかなと思います、うんうん、曲もねちょっと今後聴くよこれは、うん、これは何回も繰り返し聴くかもって私も聴きやすい、あなたの好きな曲ぜひコメントに書いてください、うん、はい、というわけで、まあ、ちょっと雑だなと思って聞いていただけたら、うん、はい、はい、という感じで終わります、はい、ありがとうございます。